谷口正隆、日本の裁判官。最高裁判所裁判官。法学博士。高等裁判所判事や東京地方裁判所所長を、歴任。鹿児島県、宮崎県出身。旧正中学、高校は、鹿児島市で、鹿児島県立、第二鹿児島中学校を経て1937年3月、第七高等学校増士官文科卒業。 1940年九州帝国大学法文学部法科法律専攻卒業。同年4月司法官社九1942年名古屋地方裁判所判事となり、一貫して刑事裁判官としての道を歩む。1957年論文、没収及び追徴の研究、無差別没収を中心として、にて九州大学より法学博士号授与。 1958年名古屋高等裁判所、判事、1963年東京高等裁判所、判事、1975年宇都宮家庭裁判所、所長、1976年再び、東京高等裁判所判事、東京高等裁判所判事時代の1972年に、地の命令事件控訴審にて、 騒乱罪不成立で無罪の判決を出したことで知られている。1979年2月東京地方裁判所所長に就任。1980年4月最高裁判所裁判官となる。最高裁では市民派、人権派として知られた。多くの重要事件で反対意見を述べ、少数意見を付すことが多く、最高裁の一言小字と言われた。 1987年1月定年退官。1989年君一等随法省。退官後は、日本大学大学院法学研究科、非常勤講師として勤務。公演原稿や最高裁裁判官時代の意見、補足意見、反対意見をまとめたものとして、裁判について考えるがある。地方裁判所所長からの最高裁入りは現在まで、唯一のケースとなっている。 最高裁判所裁判官国民審査における不信任率14.84%は歴代第2位である。なお、谷口の他にも宮崎青桐一、寺田二郎、伊藤正美が歴代最高不信任率の第6位までに入っているように、1980年の第12回国民審査は全般的に不信任率が高い国民審査であった。ありがとうございます。